皆様こんにちは、地方ココストナーでございます。今日はこの2月にリリースいたしました CD どんどんだんだんに収録されていて、タイトルにもなっているどんどんだんだんという歌についてお話しさせていただきます。このどんどんだんだんというのは物を叩く音ではございません。どんどんだんだん天国に近づいていくという意味です。私たちはこの世に生を受け、生まれた時からその命の灯火がいつか消えてしまうのではないかという恐れを持つようになりますよね。ある方はそのことを思い出さないようにしたり、またある方は自分の努力で良い人になってその現実から逃れられるのではないかと必死になったり、私自身も罪がもたらす恐ろしいことから逃れようと良い行いをしたり努力したことがありましたが、罪の心の根っこはとっても深くて自分の努力ではなくすことはできませんでした。でも神様の存在、愛を知り、同時に天国の素晴らしさを知って恐れから解放されました。罪の心を認め、神様を信じ、信じた神様に罪の心をも委ねるとき、私たちは罪許されたものとされ、すなわち新しく作り変えられるのです。このことを、そして天国の希望を、まだ神様の愛をご存じない方々にお伝えしたい、そんな思いの詰まった歌でございます。約束の地を、天国の扉を目指してご一緒に進んでまいりましょう。皆様の上に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りし、今日はほんの少しどんどんだんだんをお届けいたします。またお会いしましょう。